で、神奈川県の場合はもう10年ぐらい全く一緒ですからね。なんで早くから対策しないのってすごく思うんですよね。で、その本当にですね、中学1年生で習う内容だってほとんど出ないから、さらっとでいいんですよ。別に中1の内容深く深くですね、やる必要そんなないですから。まあ、要は 30% とか 20% とか、そういう問題が要になるんですね。80点を取るっていうので。だからそういう問題の練習に注力する方がいいんですよ。で、そういう分野って大体中学3年生に出てきますから、数直線使う以前に、私の場合はこれはもう掛け算として考えるっていうふうに昨日申し上げましたけど、これなんですね。マイナス 1×マイナスの5と。で、これも数直線とか関係なくて、これもマイナスってブロックありますよね。マイナスってブロックですよね。これだからただ単にマイナスとマイナスが一緒にガッチャンコしちゃっただけだから、